アンスバッハは、バイエルン州ミッテル・フランケンに属する軍独立し、ミッテル・フランケン行政管区の本部所在地であり、アンスバッハ軍の軍庁所在地でもある。18世紀までは、オーノルツバッハと呼ばれた。この都市は、ニュルンベルクの南西約40キロメートル、マインガー水系に属すフレンキシェレッツァと川沿いに、一致する。面積では、バイエルン州で5番目に広い都市である。地域的には、 シュバーベン地方北部に属している。また、住民の大部分はアレマン語の一方ことであるシュバーベン語を言語とするアレマン人が多い。さらに、上部フランケン語の一方ことである南フランケン語を言語とするフランケン人も存在する。前者がカトリックで、後者はプロテスタントである。アンスバッハ市には以下の地区が含まれる。この他に小さな集落が含まれる。 748年、オーノルツバッハ側とフレンキシェレッツァト側の間に、ベネディクト会の修道院が創設された。その後、数世紀の間にこの修道院は発展し、その周辺の入植地を統合して、都市を形作った。アンスバッハは1221年に、初めて文献で研究されている。この都市は1331年に、ホーエン・ツォレルン家の統治下に入った。 これ以後、30年間アンスバッハは、ソレルン家の様々な地方行政管区の首優として、位置づけられた。ホーエン・ソレルン家が、ブランデンブルク選定校の地位に上ったとき、アンスバッハは、ブランデンブルク領と合併されず、アンスバッハ校領として独立した。1523年から1603年まで、アンスバッハ編教迫は、イエーギルンドルフ公を兼ねた。 18世紀のアンスバッハレジデンツの図面1791年、最後のブランデンブルクアンスバッハ編脅迫、カール・アレクサンダーは、終身年金と引き換えに、アンスバッハ公領及び、バイロイト公領の統治権を、プロイセン王国に譲とすると、それ以後は、愛人と共に、イギリスで生活した。その後、両公領は、バイエルン王国領となった。アンスバッハ公領は、 まず1806年にビッテルスバッハ家のベルク公領と交換されたのだが、1810年にはバイロイト公領と共にフランス軍の管理下に置かれた。1796年にツバイブリュッケン公でバイエルン選定行為継承候補者であったマクシミリアン・ヨーゼフはツバイブリュッケンがフランス軍に占領されるとアンスバッハに亡命宮廷を置いた。 プロイセンは1795年のバーゼルの和訳により、フランス革命政府との戦いから手を引いており、その中立は明らかであった。このためプロイセン統治下のアンスバッハは確実な避難場所であった。この時、マクシミリアン・フォン・モンジュラは、領土を失ったマクシミリアン・ヨーゼフ公に将来なすべき、バイエルンの急進的な政治再編の包括的なコンセプトを抗議した。 1799年に遺産を受け継ぎ、バイエルン選定抗、マクシミリアン4世ヨーゼフとして即位した、彼は、モンジュラの提出した、アンスバッハえ書きを、バイエルンの国家を近代化するためのコンセプトの土台と位置づけた。次第に、膨れ上がる、飲み水の供給が問題となり、1900年に2 5トル、離れたゲルスバッハから水を引くしの水道が設けられた。 この水道は1966年にシュラワースバッハから引かれた2本目の水道とともに現在でも市民の飲料水の98%を供給している。第二次世界大戦後はアメリカ軍の管理地域となり現在地域に含まれているシュトリュトにあった旧結核療養所を利用してディスプレイスドパーソンズと呼ばれた故郷を追われた人々のための収容施設が設けられた。 アンスバッハは、ガリレオ・ガリレイと同時期に木星の衛星を発見した天文学者、ジーモン・マリウスユカリの地でもある。また、1831年から1833年には、謎の人物カスパーハウザーがアンスバッハに滞在し、宮廷庭園で殺害されている。1709年に、辺境白、ビルヘルム・フリードリヒが発した特権により1710年から、 時期生産が始まった。当初は、ルーアンや気風の青と白のデザインであったが、その後緑や黄色が使えるようになり、色彩が広がった。JGCH ポップにより、中国時期の政治のコピーが作られ、アンスバッハを有名にした。こうした政治や、レリーフを施し桜の花や鳥を細密に描いた作品群は特に高価なものとして珍重された。この時期生産は、 1806、7年から1839年の間、中断していたが再開された。以下の球町村がアンスバッハ市に合併統合された。2020年4月14日の選挙結果に基づく議席配分は以下の通り。第二次世界大戦後の歴代上級市長は以下の通り。アンスバッハは1954年6月21日に、 チェコのクルノフの協力都市となった。協力関係は、ブランデンブルク・アンスバッハ編脅迫が、イエーゲルンドルフ校を兼ねた時代の歴史的背景に、基づき、バイエルン州の努力によって成立したもので、クルノフに対して、経済的、文化的、社会的協力を行う。アンスバッハに、イエーゲルンドルフ共同文書館を設立したエルンスと、 コーバーは1963年11月30日に亡くなり、私立墓地に埋葬された。彼は、この協力関係の父であった。彼は、1953年に、アンスバッハの市議会に放築者同盟を組織し、当時の上級市長、ブルクハルトに協力関係への筋道を作らせたのであった。マルティンルター広場に面した、旧市役所の裏手の建物にある、 イエーギルンドルフ郷土展示室には、イエーギルンドルフ高時代からの6つの展示コーナーがある。イエーギルンドルフ郷土文書館は、カールス広場の文化センター内にある。アンスバッハには、ドイツ福音主義教会に属している、バイエルン福音ルター派教会やカトリック教会の、他に、いくつかの自由協会が存在する。セブンスデーアドベンチスト協会、メソジスト教会やバプテスト教会などである。 近年では、末日聖徒、イエス・キリスト教会まで組織されている。この他にも多くの自由教会や宗教組織、団体がアンスバッハには存在している。オランジュリーと、天聖軍ベルトス教会ヘリーデナーモン島、アンスバッハは、1960年と1962年に、フィールドハンドボールマスター戦で優勝した、TSV1860 アンスバッハで、 ドイツ中に知られている。アンスバッハのスポーツクラブには以下のものがある。アンスバッハは行政管区長所在地であり、広域行政管庁や裁判所など公的な機関で働いている人の割合が高い町である。この町はプラスチック化工業と自動車部品の下請け業で知られている。ピゴレル・ファーベン GMBH は2002年にカルバ・ボシャミーを獲得した。 有名な木材あるいは建築塗装、被覆材の製造業者である。アイプ地区には水量計や温度計メーカーとして有名なハイドロメーター、GMBH の本社が置かれている。アンスバッハには多くの小売業者がある。その代表格が旧市街にあるプロシティである。また旧市街の北西2997年ショッピングセンターのブルッケンセンターがオープンした。 以上の文献は、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して、直接参照してはおりません。ありがとうございます。